ジフテリア、百日咳、破傷風混合ワクチンは、ジフテリア、百日咳、破傷風の3つの病原菌に対する酸化ワクチン。それぞれ、ジフテリア、パーチューシス、テタネスの頭文字を取って、DPT ワクチン、DPT と呼ばれる。複数の病原体に対するワクチンを同時に接種する混合ワクチンの代表であり、単に三種混合ワクチンと呼ぶときは、このワクチンを指す。 特に日本では DTP ワクチンを3種混合ワクチン、MMR ワクチンを新3種混合ワクチンと呼んで区別している。ジフテリア、破傷風に対するワクチン成分はトキソイドを利用している。100日咳に対するワクチン成分は不活化ワクチンのものと成分ワクチンのものがあり、近年は AP を利用するものが増加している。日本では DTWP ワクチンの副作用による事故の発生を受け、世界的に見ても早い時期から DTAP ワクチンによる予防接種が行われている。成人用の三種混合ワクチンとして、ジフテリアと百日石の効力を弱めた DTAP ワクチンが流通しており、アメリカ疾病予防管理センターでは10年後期の接種を推奨している。DTAP ワクチンは、 子供用の DTP ワクチンと比べて、接種後の局所反応が弱められている。しかし、注射針の改良が進んでいるにもかかわらず、大人でも3種混合ワクチンは痛いと訴える人は多く、アメリカ疾病予防管理センターの調査研究でも、他の予防接種より痛みや不快感の訴えが大きいことが明らかになっており、痛みの原因はワクチンに使われている。 補助剤成分だろうと推測されている。1949年からジフテリアトキソイドの予防接種が行われ、1958年からは100日咳を加えた2種混合ワクチン、1964年からは一部自治体で、1968年からは全国で破傷風トキソイドを加えた3種混合ワクチンが使用された。しかし、 1975年2月1日、厚生省により DPT ワクチン接種の中止が指示された。これは100日咳成分による脳症などの重篤な副反応発生事故の問題が理由である。その後、1981年に改良型の人工生成 DPT ワクチンの使用が開始されるまでワクチン接種率は著しく低下し、保健所管轄ごとに DT や dp ワクチンの接種を行う、少数ながら dtp ワクチン接種を再開するなど対応が分かれた。1994年10月予防接種法が改正され、定期接種として3ヶ月から90ヶ月未満で d p t ワクチン4回、11歳から12歳に dt ワクチン1回の接種が行われるようになった。2012年11月1日から、 定期予防接種に4種混合ワクチンが導入され、3種混合ワクチン、未接種かつポリオワクチン未接種の場合には、原則として4種混合ワクチンを接種することになった。3種混合に不活化ポリオワクチンを加えたため、DPTIPV と表記される。DPTIPV ワクチンを、生後三ヶ月以降に三週から八週間隔で三回、三回目の約一年後に四回目を接種し、 11歳から DT ワクチンを1回接種する。制度導入当初はワクチンの供給量が不足するため移行措置として三種混合ワクチンと単独の不活化ポリオワクチンを選択することも可能だった。2000年以降の100日石の流行と成人に対する追加免疫の必要性から2016年2月、トリビックが製造販売承認事項一部変更承認を受け、 2018年1月29日から販売を再開した。トリビックの有効成分量は同社の4種混合ワクチンテトラビックから不活化ポリオを抜いた値となっている。これにより、ブーストリックスなどの輸入、ティガップを用いていた成人に対する追加接種を医薬品副作用被害救済制度の給付対象である国内ワクチンで行えるようになった。理想の接種年齢は アメリカ疾病予防管理センターは、成人も20歳から10年おきにティガップワクチンの予防接種を1回することを強く推奨している。日本の国立感染症研究所は、成人の追加接種の積極的な推奨はしていない。特定非営利活動法人 VPD を知って子供を守ろうの会は、40代以降予防接種の免疫力が弱くなっている。 大人の VPD として3種混合ワクチンの追加接種を推奨している。厚生労働省も海外渡航者のためのワクチンとして3回の定期接種済みの人は、破傷風閉じフィテリアは1回の追加接種で10年間有効な免疫がつく。ありがとうございます。